こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、まあ、太平洋クラブ、はい、成田コースのアウトですね。7番ホールに7番、はい、来てますね。もう皆さんもう見慣れて、見慣れたロケーションですよね。はい、まあ、もちろん知ってますって感じだと思いますけど、まあ、378ヤード、はい、で、まあ、フルバックティーでね、はい、プレーするんですけど、まあこういうところ、まあ、今日はこの7番とかはもともとドライバー打たないですけど、そうですね、7番、8番、9番と、はいはいはい、ドライバーを使わずにね、まあ、スプーンとかも使わず、はい、まあ、まっちゃんでいうとこれ今持ってるのが3番のユーティリティ、そうですね、まあ、大体200ヤードぐらいですね。そうですね。で、僕今持ってるのがこの4番の俺のマーヴェリック。5番なんですけど24度でね、はい、でこれまあ大体200ヤードぐらいと、はい、で飛距離が200ヤードでも僕たちならあーパワープレイもしくはアンダーで回れるんじゃないかと。だからお客さんが200ヤードぐらいしか飛ばない人の参考になるとですね、これは。あ、ちょっと言い方悪いですね。いや、そういう人もいるじゃないですか。あ、まあ、まあ、200ヤードでね、はい、ミッションとして200ヤードだったとしてもそう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 いう言い方ですね。そういう言い方悪いとね怒られちゃいますから。だからまあ200ヤード、はい、ね、で、まあ、いくつで回れるのかとフルバックティーからやっていこうかと、はいはいはい、まあ、これはまあもちろん真剣に、そうですね、まあ、勝負ってことではないんだけど、はい、まあ、僕らが真剣にこうプレーをして、はい、3ホールちょっとやっていきたいなと思いますんで、はい、まあ、皆さん参考にそうですねしていただいて、まあ、もちろんセカンドからね、あの僕たちの方が飛んだりするんでね、はい、あの7番円でも同じ7番円でも僕らは160ヤード飛んだりしますけど、はい、まあ、ティーショット200ヤードまでっていうことで、はい、やっていきたいと思いますんで、わかりました、よろしくお願いします。で、まあ、練習なんでちょっと一番後ろから、はい、ティーの一番後ろから打たせていただきます。一回カメラを切っていただいて。カメラ切ってカットできるようにですか。はい。まあそれをしないのが僕たちなんで、はい、しないですね、やっていきましょうか。欲しいですよね、まあ、本当200ヤードでしたら、まあ、左の池も右の池も、まあ、関係ないので、関係ない、とりあえずこの幅にさえ行けば、幅にさえ行ってむしろ飛ばしたいぐらいだよね。200ヤードちゃんと。確かにそうですね、うん、200いかない、ちょっとかすったらいかないですもんね。ちょっとかすったらいかないですよこの時期は。行きます。お願いします。完璧なんだけど、まあ、調子いいんだよね。あのワッホさんにアドバイスいただいたんですよ。これ撮影日がね、はい、まあ、まっちゃんが昨日ね研修会優勝して、そうですね、優勝した次の日だから、あの、まあ、多分皆さん動画見てるくれてる方もライブとか多分見てくれてると思うんですよ。そうですよね、その後にね撮ってるんで、よりでこのこういい感じのドローが出るようになったんですよね。そうですね、だ僕もこうちょっと今今日は左面立って、はい、ちょっとこのちょっとね見た目がブスな。そんなこと言っちゃっていいですか。もらったわけじゃないんで。あ、そっかそっか。見た目がブスなね、はい、俺のマーベリックを、俺のマーベリックでゴリゴリのフックって芝居ていくんですね。芝居ていきます。お願いします。はい、お願いします。ちょっと真面目にね。真面目にお願いします。はい。うん。めちゃくちゃいいと思う。完璧な。ちょっとアウト、ちょっと。怒られちゃう、怒られちゃう。芝居すぎっすよ。ちょっとな。マジになっちゃった。マジなやつですね。はい、普段はどんだけ真面目じゃねえんだって。いや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 。じゃあセカンド行って、はい、頑張りましょう。わかりました。じゃあちょっとセカンド地点行くまでの、そうですね、はい、ちょっといろいろ話を聞きながら、はい、まあ、今1月の、まあ、下旬の方で、はい、まさに昨日ね研修会優勝して、ウキウキで電話あって。そうそう、はい、あんなにワッホさんに電話するときに楽しいではなかったですね。いつもだいたいさ、ヨウさん、今日実は研修会だったんですけど、まあちょっとスパ悪かったですみたいな。とか暗い電話っすよね。あとは、はい、何日か経った後に、はい、いや、ヨウさん、この間実は研修会だったんですよ。だから今回もそうだったんですけど、うん、研修会行くと言ってなかったじゃないですか。まっちゃんとさ、はい、タイムツリーってやつかな、はい、だからそのスケジュールを共有してるじゃん、はい、
で、まあ仕事があったりとかゴルフが入ったりすると、はい、まあ予定が分かるようにしてるんですけどゴルフだけ入ったったんですよ研修会とは書いてないんですよ。研修会とは書いてなくてあ、ゴルフ行ってんだ、どこ行ってたんだろうなと思いながらいや、そうなんですよね、まあ、それが僕じゃないですか、やっぱりなんでね、でまあ来週ね、ちょっと立山の方にね、あ、そうですね、合宿まあ行くんですけど、はい、まあ、後輩の秋田くんってこと、はい、まあ一緒にね、砂山を走ったり、ちょっと階段を、階段をね、ちょっとその階段を登るところとかは神社なんで、はい、撮影できるかどうかわからないですけど、はい、まあ、結構ちょっとトレーニング、ちょっとね、きついよね、あの階段ね、いや、きついっすよ、もうちょっと、いや、ほんと行く前に本当走って、はい、結構、まあ僕その3日に1遍ぐらい今ランニングしたりさしてますよね、バービージャンプちょっとしたりウェイトトレー自重ね、やったりしてやってますけど、これ2つね、どっちがワッホさんですか。まちは何番でった僕ですか。うん、僕ですね。あ、俺こっちだ、あ、11番、まちは2番。じゃあ僕の方が後ろなんですか僕いやいや U3 で打ったんですけどね、僕U5 のね、24度で打ったんですけど、じゃあこれでよし、距離は170ぐらいですかね。そうですね、このバンカーの上に切ってありますね。はい、170はもうユーティリティなんで、ユーティリティでね、まあ、6番アイアンの代わりのユーティリティですよね。思うといつもこうスプーンで打つからあれですけど、はい、U3 で打ったらユーティリティ、ユーティリティですね。ユーティリティ、ユーティリティだね。ウッドしか使ってないです、まあ、僕たちは、まあ、僕なんかはいつもここは U の3番ぐらいで打って、はい、まあ、この段の、まあ、ここか、まあ、結構今4番で結構しっかり振ったんで、はい、ここまで来てますけど、もう1個段の下まで打ったりしますけど、はい、まあ、210ヤードぐらいまでしか打たないんで。ああ、そうですよね、うん、僕いつも結構スプーンで結構行くよね、先までね。僕いつも行っちゃうんであれなんですけど、はい、ではここから170ヤードね、まあ、ピンセンター、うん、はい、もう本当にまあ、どちらかというとやっぱ右目の方がいいですよね。パターはいいと思うんで、はい、多少右目を狙いながら、はい、いきたいと思います。お願いします。うん、よいしょ、右に過ぎた、ちょっと右だけど、うん、ナイス、ありがとうございます。うん、まあまあ右っていうのはあれだったんですけどね。そうだね、ちょっとだけ右行き過ぎたけど、まあまあまあ、170ヤードあれば、まあまあ、あれぐらいは、うん、そうですね、ただ乗ってるだけ十分ですね。乗ってるといいと思いますよ。はい、はい、だってちょっと話変わるけど、はい、カット飛びゴルフ塾さん、はい、と小田孝明さんが今コラボの動画出してて、はい、でやっぱり孝明さんも7番と6番でちょっと違うみたいな、はい、7番だったらいいのに7と6のその境目が違うんだよな、はい、みたいな言ってた。このレベルでも、その120ヤードのラフと180ヤードのフェアウェイどっちがいいですかってなって、はい、120ヤードのラフと180ヤードのラフだったら、はい、まあまあ五分五分かなみたいな、ツアーのセッティングでね、はいはいはい、で120ヤードと170ヤードだったら、はい、170ヤードのフェアウェイって言ったのよ。コメさんの7番アイアンは170ヤードぐらいなんだろうね。7番アイアンだったらあれなんだけど、180ヤードになってると6番でちょっとみたいな、やっぱり小規模でもあるみたいよ。まあ、やっぱり感じ方は人それぞれですね。そうだね、まあ、ラフがボーボーっていう体でですよね。そうですもんね、普通の通常のコースじゃない状態でね。僕7番アイアンで行きたいと思います。はい、165ぐらいか。そう、ちょうどいいぐらいですか。そうだね、まあ、しっかり打つ感じですけど、はい、はい、いきます。わかりました。いい感じ。ちょっとギリギリだから、あ、ちょっと弱めだけど、うん、でもナイスです。乗りました、なんとかね。音は最高ですね。やっぱりちょっと届かないから振りに行った感じだよね。ちょっと行きましたね。いや、最高の音でしたよ。だってさ、このちょっとこの左足下がりでドローはね、そうむずいよね。画面ちょっと伝わりづらいですけど、伝わりづらいか。ちょっとでも左足下がりちょっとでフックしづらいですよね。しづらいよね。左がちょっと嫌じゃないですか。そうなんだよね。でもこれ6番持つかって言われたら、試合で、はい、6番だと抑えに行かないといけないから、はい、でピンちょっと奥じゃん、
センターぐらいかな、はい、ちょっと奥から、はい、6番だとこうオーバーする可能性もあるから、まあ、7番でしっかり打ってもうちょっといい当たりしたらピン手前5ヤードかなって。本当にこれ試合でパッてきたら、うん、今7で強めに打ったのはわざとかなと思ったんですけど、はい、本当に試合でもそうやって試合でも多分7番で打つんじゃないですか、まあ、6番だと、はい、いいショットしたらやっぱりオーバーしていくから、はい、こう小細工しないといけないじゃん。あ、そうですね。でやっぱりまあここの距離で最低ラインはあのバンカーを越えてグリーンに乗るってことだから、はい、まあ、このぐらいの距離だと、まあ、とりあえず、まあ、あの幅で、まあ、待っちゃうんじゃないですか、あの幅に乗っとればいいかなっていう感じで。あのミキ君とやった時もさ、ピンまで行かないマネージメントみたいなやったじゃん、はい、やりましたね、うん、そういう感じでね。なるほど、じゃあちょっと今度はグリーンまで行きましょうかね。わかりました、はい、グリーン上までやってきました。はい、ピンがここですね。で、抹茶のボールが、まあ、右サイドに乗ってたと。なんか170ヤードのとこから見るとすげえ遠く乗ったな、池の向こう側ですね。そうですよね、はい、思いますけど、なんかグリーン来るとちけえな。まあなんかまあまあここだったらいいよねって感じだよね。いいよねって思いますよね、はい、まあ、ここだったらなんとか2パットで頑張ってね。そうですね、うん、上がれると。やっぱ向こうと下りのスライスで、そうだね、こう上りのフックでね、上りのフックなんでタッチも合いやすいじゃないですか。そうですね。でしっかりね、まあバーディーを狙いつつ、まあパーをちゃんと取りに行くと。そうです、はい、最後なんか切れそうな、最後切れそうですね。なんでちょっと深めに読んでタッチを合わせに行く感じですか。タッチを合わせたいですね。いきます。行ってくれ、ちょっとこの順目だからね。そうなんですよ、行きそうな感じしましたけど、寄れた瞬間にちょっと弱い感じだった。はい、うわちょっと弱いなと思って。そうなんだ、そうなんだって。なんかいや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 、まあそうなんだなと思って。まあマークして、別に T でもいいよ、うん、いや、あるマークあります。はい、それはそうですよ。俺は持ってないです。それはフォーさん、ちょっとライン複雑ですか。まあフックだと思いますけどね。あ、そうか、カップ際がちょっとこう左からの傾斜があるよね。そうですよね、うん、フックでカップ際最後まっすぐなのか、そのままフックなのか。そうですね、まあ、結構登ってるんでしっかり打たないとね。そうですね、こうライン読むときは、まあ、みんな後ろからばっかりね読んだりすると思うんですけど、はい、まあ、俺たちとかさ結構プロは横からね、横から見ますよね、どんくらい登ってるかとか傾斜を見ながらやったりするんで、はい、その辺もなんか参考にしていただければ、何気なくやってることがね。でもワッコさん結構試合の時とか、はい、いろんな角度からやっぱ見るなっていうのは。あ、見ますよね。前試合回った時思ったんですよね。結構見るよね。見ますよね、うん、それぐらい大事なんだな。それぐらいやっぱり大事ですよね。結構切れたね、最後。最後切れましたね。フックスライスでね。フックスやっぱ最後スライスあるんですね。はい、じゃあお先にします。はい。お疲れ様です。はい、ありがとう。はい。やっぱ俺も最後登ってんだな。登ってたからちょっとね行かなかったっていうのはありますね。そうですね。はい。いやでもちょっとラインが難しいんですよね。フックだな。フックだと思うんですけど。うん。フックだな。微妙だね。微妙ですよね。うん。フックだよな、でも。いや、スライス？スライスしてたね。スライスですか？あー、今もう映像で見たら結構スライスしてたね。結構してます？うん。で、カップのあたりがあれなのかな。もう一回ちょっと打ってみて。スライスですか？左？左向いて？まっすぐ。まっすぐか。
ここ結構難しくないですか。ちょっといい。はい。こんな俺たちも俺なんか十何年やってるの読めないんだから。え？いやこのつま先が上がってるからね。そうなんですよ。おスライスだ。スライスしてるね。はい。このカップの右に出るとスライスしますね。一瞬左に行きかけるんですけどね。何回打ってもスライスするね。しますね。そりゃそうですよね。今回フックでしたとか言ったら。いやまあ7番ホールはね。はい。まあチャンス3パットのボギー。はい。で僕は2パットのパーで。はい。はい。じゃあ次8番。はい。行きましょう。お願いします。